アトレウスは、ギリシア神話に登場するミュケーナイの王。ピーサの王ペロプスとヒッポダメアの子で、兄弟に、トゥエステイス、ピッテウスらがいる。王位をめぐって弟、トゥエステスと争ったが、これがために後々悲劇が生まれた。クレタのカトレウス王の娘、アーエーロペーを妻とし、二人の間には、アガメムノオン、メネラオス、アナクシビエが生まれた。ペロピスには、 クリューシッポスという死生児がいたが、波外れた美貌の持ち主だったため、ラーオスがクリューシッポスを誘拐する事件が起きた。この事件の結末として、クリューシッポスが恥じて自殺したという説や、ペロプスの日ヒッポダメアがアトレウスとトゥエステースを、そそのかして、クリューシッポスを殺させたという説、また、アトレウスとトゥエステースが断ったため、ヒッポダメア自らがクリューシッポスを手にかけたとする。 説もある。アトレウスとトゥエステースがクリューシッポスを殺したとする説では、二人の兄弟は逃れたものの、ペロプスから呪われた。ヒッポダメエアはペロプスから死刑に処されたともなじられて、自殺したとも言う。トゥエステースの子供を食卓に供するアトレウス。1410年頃、イタリアのサシエボルテールの悲劇、ペロプスの子供たち。イラストは、ジャンミシェルモロー その頃ミュウケイ内では、ステネロスがアムピトリオオンを追放して王位についており、アトレウスとトゥエステースは、ステネロスから招かれて、ミュウケイ内に近いミディアを預かった。ステネロスの死後はその息子のエウリュステウスが王となったが、エウリュステウスには後継者がいなかった。エウリュステウスの死後、ミュウケイ内の王位は、ペロプスの子が継ぐべしとの信託が下された。そこで、ミュウケイ内の人々は、 アトレウスとトゥエステスをミデアから呼び寄せ、二人のうちどちらを王にすべきか議論した。アトレウスは女神アルテミスに自分の家畜の中で最も美しいものを捧げると誓っていたが黄金の羊が現れた時、誓いを守らずに羊を殺してその皮を箱にしまっていた。この羊はかつて魚者のミルティロスがペロプスに殺された時にミルティロスの父親である ヘルメイスが復讐のためにペロプス一族に送ったものだという。アトレウスの妻アイロペーはテュエステースを愛しており、密かに黄金の羊をテュエステースに与えた。テュエステースは黄金の羊の所有者が王となるべきだと宣言した。アトレウスもこれに同意したのでテュエステースは黄金の羊を示して未受内の王となった。しかしこれにことを唱えたのはゼウスだった。 ゼウスは、ヘルメースを使わして、もし太陽が逆の道をたどったら、アトレウスが王となるという協約を示し、テュエステースがこれに同意すると、太陽は東に沈んだ。ヘルメースは、テュエステースが羊を横領していたことを明らかにし、テュエステースは追放され、アトレウスが見受けないの王となった。妻アーエロペーの貫通を知ったアトレウスは、報復のために、テュエステースには僕を提案し、 ミューケー内に呼び戻した。この時、王国の半分を、トュエステースに与えると持ちかけたという。トュエステースには、水の妊婦との間に、アグラオス、カリレオオン、オルコメノスの3人の子供がいたが、アトレウスはこの子供たちを八つ咲きにして煮て、その料理をトュエステースの食前に供した。トュエステースが放食した時、アトレウスは取っておいた子供たちの頭部を見せて彼が、 何を食べたかを知らせ、改めて、トゥエステースを国外に追放した。トゥエステースは、アトレウスの子孫を呪った。一説には、太陽が震度をそらしたのは、この浅ましい光景に驚いたからとも言う。四季を恩に逃れたトゥエステースは、彼の娘、ペロピアを犯した。自分の娘に生ませた息子がアトレウスに復讐を、遂げるだろうという信託を受けたからである。 ペロピアはアイギストスを産み、後にアトレウスの日となった。アイギストスはアトレウスに育てられた。息子たちが成長すると、アトレウスはアガメムノーンとメネラオスに命じて、テュエステースの居所を探させた。二人はテュエステースを捕らえ、アトレウスの元に連行した。アトレウスはテュエステースを投獄し、アイギストスにテュエステースを殺すよう命じた。 キュエステースはアイギストスが持つ剣を見て、それが自分の剣であることに気づいた。アイギストスに剣の由来を正すと、アイギストスは母親から譲られたものだと答え、ペロピアを呼び出した。ペロピアはアイギストスに、この剣の持ち主との交わりによってお前が生まれたのだと答え、剣を確認するふりをして奪い、自分の胸に突き立てた。 アイギストスは自死した母親から剣を抜くと、アトレウスのところに戻り、浜辺で犠牲を捧げているアトレウスを殺した。アイギストスは、テュエステースを見受けなの王いにつけた。日本の古代ギリシア文学研究者で、ギリシアローマシン辞典の著者、高津春重は、アトレウスの伝説は主々に変更が加えられたために、相互に矛盾する話が多いとする。テュエステースとの争いについては、 オメーロス以後のものであり、いろいろな書伝があると述べている。イギリスの詩人ロバート・グレーブスは、著書、ギリシア神話の中で、アトレウスとトゥエステイスの神話は、アルゴスの王座をめぐるアクリシオスと、プロイトスの神話にも見られるように、統治権をめぐる共同統治王たちの争いをもとに、しているようだと述べている。古代の西王とその後継者は、王は、 太陽が最北端の天に到達する下死の日まで、統治し、後継者が彼を殺して、王位を奪う。その間、太陽は南に移動して、やがて同時となる。後継者は、戦王の妻と結婚するため、相互の憎み合いは一層激しいものとなった。このようにして、アトレウスとトゥエステースもアーエーロペイをめぐって争ったと、する。また、ヘブライ人やペリシテ人たちの王が、 統治期間の終わりに定められた死を免れ、統治期間を延長することを許されたように、アトレウスもまた未受刑内で、同じような猶予を与えられたのではないかとする。さらに、アトレウスに肩入れするゼウスとトゥエステスを保護。ここで、ゼウスと対立するアルテミスは、アポローンの妹のところ女神ではなく、初期のカボ調整時代のアルテミスである。ありがとうございます。